今日は他人の未来を切り開く、それによる気づきですね。土曜日の夜19時から Facebook ライブを1時間昨日もイラストレーターのダニエル君とやったんですね。そして今朝は6時から、まあ、自分が書いてる最強の自社ブランド農業経営っていう本の読書会をやってるんですけど、そこにたくさんの方が参加してくれて、私に関わる方々の人生をいかに勝たせるかっていうところにもう頭脳みそフル回転でですねやってます。するとですね、人の人生を良くしようと思うそのフルパワーでそれをやってると、自分のことを考えてる時には浮かばなかった盲点がですね浮かんでくるんですよ。そして私がそういう関わりをするもんだから、私の人生を真剣に考えてくれる人が出てきてですねすごいことが起きたんですよね。まあほぼ実際動くと思うんでですね、アメリカの方にですね進出します。まあ実際にニューヨークのセレクトショップにですねつながりが持てそうです。まあ確定じゃないんですけど、決めました、やります。世界にこの福岡県大川市大野島っていう私のふるさと、ここで生まれた産物をですね世界の中心地であるセンタートップのニューヨークに持ってきますって夢がありますねいや自分だけじゃ絶対浮かばなかったんですよ。でも私はそのたくさんの自分以外の方に人生に関わるために今まで自分が学んできたアチーメントでの本当その学び方、学習の仕方、心の在り方、そしてラーニングエイジさんで学んだマーケティングの仕組み、手法、それがですねもう見事にお客様の満足を果たす結果になって、その技術を私のところに来る方に教えてるんですよね。いや本当にそれで私は他人に対して一生懸命その教えるというよりも気づきを与えるというか、一緒に考えるが正しいですね、共同学習で。私も逆にそれをいただいて道が開けてます。今いろんなことで自社が大変な状態になっている方々に伝えたい。私もそうでした。私はコロナになる前からコロナの状態でピンチだった。だから他人の人生を通じて自分の盲点を一生懸命探したというよりも、結果的に他人に貢献したことによって自分の盲点が見えてきたです。そこに突破口があります。リーダーの精神が自己成長を促進する、もうそれに尽きる。他人の人生にどっぷり使って私は人生を切り開いてきました。伝達力は他人を助け自分を助けます。私はそのリーダーの精神で今後これからも道を切り開いていきます。今日6時からまた Facebook ライブゲリラでやりますんで、ゲリラというかもう告知してますね。ぜひご覧ください。奇跡の瞬間をお見せいたします。以上です。